こんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は明治維新に導いた幕末の英雄三選について解説するぜ。今回もかっこいい人が出てくるに、違いないわね。明治維新は260年余り続いた江戸幕府を倒し、新しい時代を切り開いた革命だ。日本は政治や経済、社会的にも大きく変わり、近代化と西洋化への道を進んだな。時代が大きく変わった分岐点なのね。英雄って聞くだけでも、テンション上がるぜ。そんな形態のキャリア言われても、テンションは上がらないわ。いやいや、それは英雄じゃなくて、英雄だ。確かに英雄の CM はやってるけどな。そんなことはいいから、早く聞かせなさい。今日は明治維新に導いた幕末の英雄三選を紐解いていくぜ。順番に説明していくから安心してほしいんだ。わかりやすく解説していくから、ぜひ最後までゆっくりしていくんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは明治維新の背景に触れておくな。時代背景がわかってないと、英雄の話をされてもわからないものね。江戸幕府への倒幕運動から、明治時代初期までに行われた一連の改革を明治維新というぜ。改革の始まりの時期と、終わりの時期については諸説あるが、一般的には1853年のペリー来航を発端とし、明治政府による近代国民国家の基礎が出来上がるまでだ。あのてっぺんが、つるっぱげのペリーさんね。霊夢。それはザビエルだぜ。ちょっと魔理沙を試したのよ。話を続けて、外国との貿易や文化の輸入を制限していたにもかかわらず、開国を求めるアメリカに屈し、日米和親条約を締結して、さらにイギリスやロシアとも不平等条約を結ぶことになり、当時の武士や民衆たちの間には不満が蔓延し、倒幕思想が強まっていくんだ。あんまり、いい空気じゃなさそうね。そんな中、天皇を中心とした政府の成立を目指す薩摩藩と長州藩が同盟を結び、1868年に新政府軍と旧幕府軍が争う戊辰戦争が勃発したぜ。それでどうなったの？約260年間続いた江戸幕府が滅亡し、日本は新しい明治時代へと進んでいくんだ。そして、富国強兵殖産工業文明開化を三大スローガンに掲げ、諸外国に追いつくための改革に身を乗り出すぜ。スローガンだなんていいわね。そんな、体育祭みたいなノリではないけどな。大きく変わったのは生活様式と身分制度だ。西洋文化を積極的に取り入れたことで、庶民の生活が一変するぜ。例えば、どんなの？当時の日本ではメジャーでなかった肉を食べる習慣が拡散し、初めてのパン屋さんもこの時期に開業。ちょんまげではなくざん切り頭という髪の毛を短く刈り上げたヘアスタイルが流行して、洋服や靴なども、日本流にアレンジされながら広まっていくんだ。ちょんまげは、世界的に見てもダサいものね。士農工商が存在し、生まれた時から身分が決められ、武士の娘が農民に嫁ぐことはほとんどありえなかった江戸時代だが、市民平等という考えが広まり、誰でも様々な職業に就けるようになるぜ。そんなに大きく変わった時代なのね。これには、下級武士だった西郷隆盛や大久保利通が、明治維新後に国の要職を司ったことが影響しているな。あとは、これに加えて坂本龍馬の活躍も忘れてはいけないぜ。次は、この三人の活躍の解説をしていくな。これが、三人の英雄ってわけね。まずは、明治維新で欠かせないのが坂本龍馬だ。明治維新を語る上で坂本龍馬は一番の人気者とも言えるが、実は生きていた頃の龍馬も人気者で女性関係は華やかだったと言われているぜ。ずっと人気者だったのね。龍馬の一番の活躍といえば、薩長同盟を成立させたことが挙げられるな。薩摩藩をスポンサーに亀山社中、海援隊の前身の貿易会社を経営する龍馬や仲間たちは、薩摩にも長州にもキーマンとなる人物をたくさん知っていたんだ。その頃から、チェックしていたのね。だから、薩長同盟の仲介役としては彼以上の敵役は他にいなかったな。でも、薩摩藩と長州藩の因縁は深いものがあって、特に長州藩では下駄に、盗撮族会館と書いた紙を敷いて踏みつけて歩いていたくらい、薩摩と合図を恨んでいたそうだ。
子、怖すぎるわよ。両藩をなんとか説得して小松立脇邸にて薩長同盟の会談の席に西郷や桂を集めたが、10日以上経っても話は進んでおらず、後から小松邸に着いた龍馬は驚くぜ。な、仲悪すぎるわね。西郷を説得して長州藩に和解の姿勢を取るようにしたことで、やっと交渉は成立したんだ。薩摩は資金がなくて困っていて、長州は資金はあっても朝敵の立場から武器などが買えないとか、それぞれに悩みがあったから、龍馬はそれを利用して薩長同盟にまで結びつけることに成功したな。龍馬が日本を引っ張っていくのが見えるわ。本当にそうだよな。そして龍馬の尽力で、1867年12月に大政奉還が実現したんだ。これにより、将軍の権力が制限され、天皇が政治の最高権力者となることが確立されたぜ。ほんと、何から何までこなしているのね。そういうことだな。龍馬は、新政府の基盤づくりにも力を注いで、中央政府の設立や政治制度の改革に尽力し、近代的な行政組織の構築を目指したんだ。日本の舵取りは、龍馬がやってたと言っても過言じゃないくらいね。そう思いたくなるくらいの活躍だぜ。大政奉還から新政府までだしな。さらに、外交面でも活躍したんだ。英語を学んで、欧米諸国との交流を進めたぜ。龍馬が日本を救ったと言ってもいいわね。二人目は西郷隆盛だ。薩摩藩の下級武士の長男として生まれ、薩摩藩には郷中教育といって、地域の武士の子を集めて厳しくしつけ育てる自治組織があって、西郷も子供の頃からそこで学ぶぜ。なんだか、怖そうね。後で紹介する大久保利通も同じ郷中仲間で、幼い頃からの友達だったんだ。英雄が二人もいたの、教育は間違ってなかったのね。それに、身長181センチ、体重108キログラムと言われているから、なかなかの大男だったようだな。セゴドンの愛称からはほど遠い見た目なのね。藩主の島津久光との不仲もあり、西郷の明治維新の活躍は1864年36歳頃からになるぜ。この頃の薩摩は砂漠派、攘夷派のどちらからも嫌われていて、西郷は朝廷に寄り添うことで薩摩の悪評を緩和しようとするんだ。そんなこともあったのね。そして、ハマグリ帝の変で朝敵になった長州藩を幕府の申し出により攻撃。これが、第一次長州征伐であり、長州藩との大きな因縁を作ってしまったぜ。でも、坂本龍馬の仲介があってよかったわね。一度、下関での会談の予定をドタキャンしたこともあったがな。それだけ決断には、迷いもあったのね。大政奉還を経て、2ヶ月後には王政復古の大号令を出すが、発令の準備に西郷は大きく関わっているんだ。江戸城明け渡しでは、江戸総攻撃も想定されたが、西郷、勝の会談による無血開城を見事に果たしたぜ。確かに、これはすごいことだわ。そして、明治政府になり、西郷も三義県陸軍大将を任じられ、国の中枢として働くんだ。でも、大朝鮮に関する政官論の論争で意見が対立し辞職をするぜ。それじゃ、どうなっちゃうの？鹿児島に帰り私立学校を設立し、明日の人材を育てようとするが、政府にはこれがあだとなり、とうとう反逆の意思ありとして西南戦争が勃発したんだ。結果はどうなるの？熊本の田原坂の戦いなど内戦としては歴史に残る激戦を繰り広げ、ついに鹿児島の城山で西郷隆盛は49年の人生を終えたな。最後は無念だったわね。ただ、西郷は政府の中心となって近代的な学校制度を整え徴兵制の導入など様々な改革を推し進めたぜ。どれだけ、すごい人だったのかは、伝わったわ。三人目は大久保利通だ。西郷の盟友である大久保利通は、武術はあまり得意じゃないが、学問や討論では西郷をしのぐほどだったぜ。島津家の後継争いに巻き込まれて父と共に罷免され、借金だらけの生活を強いられた苦労人だ。どうやって、そこまで成り上がったの？およしらの息子である島津久光には気に入られて側近にまでなり、出世の道を切り開いたぜ。それで、どんな改革をしていったの？
利通は、まず各藩に対して藩を廃止して県を置く廃藩置県を実行したんだ。これは、明治政府が中央政府として各地方自治にも影響を及ぼす現代の都道府県になっているのね。その後利通は岩倉使節団の大副使として、欧米諸国を訪問することになるんだ。そこで、当時日本より進んでいた西洋文化や技術を吸収することになるぜ。この訪問によって、日本をより近代国家として成長させなければならないと強く思うようになるのね。そんな中、特に驚いたのがイギリスの工場群だったらしいんだ。どの町にも工場があり、日本が先進国になるためには、日本全体で生産性を上げる必要があると感じ、帰国した利通は、日本に対して富国強兵を推進していったぜ。ほんと、歴史の教科書に出てくる四文字熟語を次々に実現していったのが大久保利通なんだわ。数々の功績を残した大久保利通だが、その功績は現代日本にも引き継がれていて、その一つが東京だ。江戸という故郷を東京に直したのが利通だぜ。マジ、東京って利通が考えたの？考えたというよりは、決定に向けて意見を通したというのが正しいな。当時、三京構想というのがあったんだ。この構想は、江戸を東京、大阪を西京と改称して、京都と合わせて三つの京を作る構想だぜ。京がいっぱいあってわかりづらいわ。考えたのは佐藤信弘という人物だったんだが、利通はこの構想に影響を受けて東京に改称したんだ。それが、現代に続く日本の首都名になったのね。幕府が倒れたばかりの難しい時代に、明治政府の中央集権国家の基盤を作るため、廃藩置県の重大な決断を下ろし、日本の近代化に貢献した人だぜ。最後は、東京千代田区の清居坂で暗殺されてしまったがな。どうしてなのよ。原因は廃藩置県で恨みを受けたという説。西南戦争で死んだ西郷を崇拝する者によるものなど、様々な説があるぜ。いろいろ、成果を上げた分、恨みも持たれていたのね。明治維新に導いた幕末の英雄三選について解説したぜ。今日の説明は以上だぜ。どうだった霊夢？国を作り変えるっていうのは、命がけなのね。日本にとっては、大きな分岐点になった歴史の一幕だからな。明治維新は政治改革の話だけど、そこには理想に燃えた人々の人間ドラマが見えたわ。たまには、いいこと言うもんだぜ。たまにはって何よ。他にも大久保利通と坂本龍馬の生涯をまとめた動画もあるからチェックしてほしいぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価をお願いします。あとこの動画の感想をぜひコメントで教えてほしいぜ。それではご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。